んこんにちは、ナミカズです。本日も動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は秋から冬へのルックブックということで、コーディネートの動画を撮っていきたいと思います。今回普段のお客様やインスタグラムの視聴者さんに、どんなコーディネートが見たいですかとお聞きしたところ、秋から冬にかけてのライトアウター、主にデニムやレザー、軽めのコートなどの、そういったアイテムを使ったコーディネートを見てみたいというご意見をいただきましたので、そんな感じでコーデを作ってみたいと思います。最近購入したアイテムが少しね、多くなるかとは思うんですが、今ね、秋から冬、まあ、もはや寒さが結構ね、厳しくなってきて、もはや秋なくなっちゃって、冬になっちゃったんじゃないかっていうね、感じもするんですが、秋冬のコーディネートを作ってみたいと思います。はい。変顔をね、ちょっと入れたところで、今回はね、ボケなしで、真面目にコーディネート解説していきますので、皆様の秋冬のファッションの参考になるような動画になれば嬉しく思います。それでは早速始めてまいりましょう。スタート!それでは、始めていくぜ!それでは伝説の始まりだ。あ、カットして。それでは伝説の始まりだぜ。それでは解説をやっていきたいと思います。今回なんだかんだで9コーデ作れましたので、解説とともにご紹介していきたいと思います。まず1コーデ目ですね。ジャケットとパンツはアルテリアの今季購入したセットアップですね。ダブルのジャケットがとても気に入っております。で、インナーに TT のダメージ加工のデニムジャケットを合わせてみました。ダメージのデニムジャケットにセットアップを合わせるっていうコーデをちょっとやってみたくて合わせてみました。メガネはハフマンス&ノイマスターで、ベルトは有限ですね。このコーデ、いいですね。自分的にはちょっとチャレンジングなコーディネートではあったんですが、 TT のデニムジャケットすごい薄くってね、着やすくて、ジャケットの中に入れてもとてもこうなんかこう引き立つような、そんなデニムジャケットになっております。普通こうシャツとかでね、合わせることが多いと思うんですが、ちょっと薄手のデニムジャケットだとこういう風にインナーで合わせるのもとてもかっこいいなと思います。いかがでしょうか。セットアップにデニムジャケット。続いて2コーデ目はジャケットを脱いだスタイルになるんですが、デニムジャケットに大人っぽいアルテリアのスラックスを合わせたスタイルでございます。先ほどのセットアップのスタイルのね、ジャケットを脱いだバージョンになるんですが、この感じもすごいかっこいいなと思って、おすすめのコーディネートですね。それでは続いて3コーデ目はこちらですね。コモリのブリーチデニムと TT のダメージデニムを合わせたデニムのセットアップコーデになります。やっぱり秋はデニムを合わせたくなるということで、デニムをポイントにしたコーディネートですね。最近買った木島隆之のハンチングを合わせて、ちょっとクラシックな印象に合わせてみました。最近ね、このハンチングスタイルハマってまして、あんまりかけてる人、被ってる人がね、そんな多くないので、自分的には結構好みな感じですね。メガネはレスカ。ベルトはまた有限のメッシュベルト。ブラック、これがね、まためちゃくちゃ使えて、かなりおすすめのアイテムになっております。まあ、そしてね、デニムのこの TT のトップスがね、本当に着心地よくてめちゃくちゃいいです。足元はフォルメのブーツですね。コモリのダメージデニムをね、あえて秋冬に履くっていうのも、なんかいいですよね。はい、こんな感じで、外なのにちょっとコップを持ってみるっていう、今回撮影でね、新しい取り組みしてみました。いかがでしょうか。はい、置いて、何をするかと思いきや、ジョジョダッチのキラークイーンをかましていきます。ちょっと足元もね、ギュッと上げて。こういうね、ちょっと武骨なんだけど、淡い色味で合わせたスタイルもいいですね。ありがとうございます。続きましてはこちら。4コーデ目。先ほどのコーディネートに手に持っていた TT の
レザーのアウターを合わせた武骨なスタイルでございます。 TT のこのねショート丈のレザーブルゾンになるんですが、めちゃくちゃかっこいいですね。こちら TT のレザーブルゾンはね、短めの丈なのでデニムジャケットとの相性がとても良くって、色味をねちょっと淡い色味のデニムと合わせることで武骨さをちょっとだけこう柔らかさを出してみました。ハンチングでねちょっとクラシックな要素も取り入れているので、まあ気分はピーキーブラインダースの主人公のようなそんなコーディネートでございます。アップになるとこんな感じ。いやー、このレザーブルゾンはね着込んでてちょっとこう経年変化というかね、自分の体の形に合っていったらいいなって思ってます。このほんと TT のデニムジャケットはさっきもねダブルのジャケットの中にも合わせましたが、結構インナーとしても合わせてもいけるぐらい軽やかな着心地ですので、とてもこうコーディネートの幅が広がるようなアイテムかなと思います。はいはい、では続いて5コーデ目ですね。今回ちょっとポイントをナイスネスのレザーキャップをポイントにコーディネートを組んでみました。アウターは有限のアウターですね。この有限のアウターめちゃくちゃかっこいいですね。今季もね形違いでこのアウターのような似てるものが出てたんですが、こんな感じでナイスネスのニットにパンツは小森の BDU パンツですね。でシューズはレユッカスでちょっとだけなんかこう上品さをプラスしてみました。全体はかなり武骨なアイテムが多かったので足元にちょっと女性的な印象をプラスしております。ジョルノジョバナですね。で中をちょっと締めるとこんな感じでいいですね。まあ、ちょっと怪しい感じですが、全体的に男臭いアイテムで合わせつつ足元でちょっと抜け感を出すといった感じで、まあ、ナイスネスのちょっとルックブックにあるようなないようなどっちやねんっていう感じですが、この子でも個人的には好きですね。有限のアウターはもう手放せないナイスなアウターですね。はい、いかがでしょうか。意外と長かった。はい、それでは続いてのコーディネートに参りましょう。ではね6コーデ目ですね。こちらはね、小森のヘンプダックジャケットのこのブラウンの色味がね、いいジャケットをポイントにコーディネートしました。インナーに合わせた T シャツはオリジナルで作っていた T シャツで、まだちょっとね、商品化できてないんですが、このグレーの色味とても良くてね、気に入ってます。で、パンツは N パッチがついたナイスネスのデニムに、シューズはポストプロダクション、アイウェアにはギュパールを合わせてみました。やっぱりこの小森のヘンプダックジャケットはシンプルに合わせるのが個人的にお気に入りでございますね。髪もウェットにしてちょっと色気のある感じで合わせてみました。このね、ポストプロダクションのシューズはね、夏でも冬でも使えるんでめちゃくちゃ気に入ってます。そしてデニムもいい味が出てきました。はい、こんな感じで。やっぱりブラウンっていうのはね、秋にいいカラーリングですよね。はい。では続いて7個目。1週間コーディネートだったらもう最終コーデなんですが、まだ続きます。今回ポイントはね、アルテリアの今季買った、このね、ちょっとミリタリーコートをポイントに、アンセルムのダメージスウェットをちょっとインナーで合わせてみました。そこにね、パンツもリバーバレートの今季のチノパンを合わせておりまして、このブラックのチノパンがね、すごく綺麗なんですよね。そこの綺麗さと、ちょっとこのアンセルムのダメージ感を合わせてみると。で、帽子にはね、こちらはソラリスというブランドの帽子に、またさっきと同じポストプロダクションのシューズで、ちょっと足元がね、ブーツとかよりもこのポストプロダクションのミュールでなんか抜け感を出しております。武骨さと女性らしさ、そのなんか、その相反する印象をね、2つちょっとコーディネートに取り入れてみております。このバックのね、TT のレザーバッグもとてもかっこいいので本当におすすめでございます。では続いてですね、先ほど同じアルテリアのコートにインナーをオーラリーのこちらターコイズ色のパーカーで合わせてみました。キャップというかね、このハットが木島孝之のものなんですが、最近購入してとても気に入っています。パンツはリバーバレートですね。
これね、リバーバレートのチノパンがすごくね、美しいチノパンでとても気に入っております。いかがでしょうか。では続いて9コーデ目、最終コーデですね。もうふざけてない感じで終わっちゃいそうですね。こちらはね、コートをちょっと後ほど羽織るんですが、ここからはもう自分の声で言うかな。いいね、アイアムドーク最高。ちょっとウイスキー飲んでます。最近ハンチングばっかりだね。ハンチングにスクエアなメガネ、怪しさ満点のコーデ。最後はアルテリアのコートを羽織った感じ。ほんとね、このデニムジャケットをインナーに使えるんでとても重宝しております。本当に買ってよかったアイテムですね。それでは皆さんありがとうございました。ナインコーデいかがだったでしょうか。アムロライです。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回、結構ねコーディネート数もご紹介できたと思うんですが、まだまだ秋のコーディネート使い切れてない服もたくさんありまして、まあ、第2弾できたら作りたいなと思います。まあ、真冬になる前にねまたコーデ動画撮れたらと思いますので、またね見に来ていただければ嬉しく思います。ぜひねチャンネル登録まだの人はチャンネル登録を、そしていいねボタン、コメント全部読んでおりますので、どしどしお寄せくださいませ。では皆様のファッションライフが正しくなります。それでは皆様のファッションライフが楽しくなりますように。アリー。